大変なことになっちゃったよ。なんだよ。これを見な。裁判所から来たの？来たばかしなんだよ、それ。あんまり家賃貯めたもんで、とうとうこのうち追ん出されよ。だからおめえもしょうがねえから、学校辞めて奉公へでも行くんだな。これ来たのうちだけなの？バカ。隣にもお前の原団地にも来たんだよ。なんだ、うちだけじゃないのか。姉ちゃん、うち千住の靴屋引っ越すんだってさ。本当？嫌だな、あんな狭いとこ。
やだっておめえしょうがねえじゃねえか。まあなんだな、あそこの戸前板でも張ってみんなで寝るんだな。ミノルと三つ坊と五人であんな狭いとこ寝られやしないよ。マコ、おめえそれちょっと読んでみせな。ごちゃごちゃしててよく読めないよ。まあざっとでもいいから読めや。ざっとだってよく読めないんだよ。前のうちで読んでもらったらいいじゃないか。そうか、6年にもなってそのぐらいのもの読めねえのか。ああ、親に言われなくたって読んで聞かせるもんだ、バカ野郎。私の弟はとても面白い子です。顔はおでです。
私が学校から帰ってきますと飛び出してきます。ご飯を食べるときはちゃん重いよと言います。うちでは悪い癖がついたと言って困っています。機嫌の悪いときなどは人が話しかけてもいやよと言って話しかけたものをぶちます。さあこれから今の綴り方を調べましょう。みんな気がついたことをどんどん言ってごらん。小島さんから。ねえ、弟ってみのるちゃんなの？みっちゃんなの？みっちゃんみたいに思えるけど。三つ坊よ、分かってんじゃないの？そんならいいけどさ、そう書いてなきゃ誰だか分かれへんないわ。次はマシモさん言ってごらん。はい。あの、ちゃんもって何のこと？あのね、三つ坊ったらご飯食べるときすぐとちゃん重い、ちゃん重いって言うの。おちゃんが重いって言うのよ。じゃあどうしてうちの下が悪い癖ついたっていうの？あのね、母ちゃんか誰かが食べさせてくれると思ってるのよ。5つにもなってとっても横着なの。そう、なかなかみんないいところに気がついてますね。豊田さんのはそのところをもう少し分かるように書いてる。豊田さんは自分ばかりで分かってる。綴り方は他の人が読んで何が書いてあるのかわからなきゃいけない。つまりただ書き殴っただけでは上手になれないのです。何度もよく読み直して書き足りないところに気がついたら本気よく書き直す。それで初めて上手になれる。じゃあ豊田さん、来週までによく考えて書き直してきてくれ。私の弟のその次の弟は今年5つになったばかりです。名前は三つ男と言います。とても面白い子です。顔はおでこで少し痩せています。私が学校から帰ってくると飛び出してきて、ねえ帰ってきたのと言います。ご飯を食べるときはじきにちゃん重いよと言います。ちゃんとはお茶碗のことです。そういえば食べさせてくれると思っているのでしょう。うちでは悪い癖がついたと言って困っております。機嫌の悪い時は何と言っても黙っていて、人が話しかけても嫌よと言って話しかけたものをぶちます。また三つ男はお金を1日に10銭は使います。1銭ずつせびって1日に10度ももらうのです。デート来ると母ちゃんはお父さんのいる時にはトンちゃんに聞きなと言います。三つ男はお父さんのことをトンちゃんと呼んでいます。聞きなと言われるとお父さんに向かっていいかデートつと言います。私は本当に可愛い三つ男だと思います。豊田さん、大変良くなったじゃないか。それなら工場も20丸も上げられる。こういうふうによく考えて話しちゃいけない。わかりましたね。いつも先生が言ってるように、見たまま思ったままを正直に書かなきゃいけない。そうして一番よく頭の中へ残ってることならいいですか。順序を間違えずに自由にのんびりと書いてみることです。母ちゃん、母ちゃん、母ちゃん。なんだよ、うるせえな。今三つ坊がネタばかしじゃねえかよ。はぁ、減った。じゃあお前お膳出しな。ねえ、母ちゃん。まあ、待ってないよ、この子は。そうじゃないんだってば。あたいね、今日、綴り方がとってもよくできたって褒められちゃった。へえ、そいつは珍しいな。だから今度、原稿用紙買ってね。ほら、わしの書いたのさ。そんなの大人の使うもんで。めんどくせえから、このまま食べな。あれ、どうしたんだ今こうやってたの。おっぱいちっぱい。みっちゃん、
こないしちゃったん。洗って食べな。汚い、舐めてんだよ。ただいま、父ちゃん帰ってきてよ。父ちゃん帰ってきたってさ、どうしたんだろうかな、今頃。父ちゃんたら怒ってるような顔してたよ。ねえ、母ちゃん、なんか送れよ。まあ、待ってなよ、この子は今やっから。母ちゃん、とうとうこのうち越すんじゃないかな。そうかな。父ちゃん、どうしてた？睨んでてよ、俺のこと。おゆき。どうしたんだよ、お前さ。仕事にあふれたのかよ、また。何言ってやんで。仕事はちゃんとこの通りおやしちゃうんだよ。それがおゆき。ほら、もっかーしくってな。まあ、聞け。俺、まったくバカな根だぞ、まったく。ほり。この前のあれよ、あれはおめえ大町にえだったの。なんだよ、おめえさんの言ってることは知っても分かんないよ、酔っ払ってて。いや、まあ驚くな。これ、この前の裁判所のこれ立ち退き、それよ、あれはな、なんとかが成り立って、この豊田義五郎だな、つまりこの父ちゃんだな、月々50銭ずつ支払うべし、こう聞いてある。うん、そうか。50銭ずつ払えばいいのか。いや、因縁心配しちゃったい。なんだ、この豊田って子はほんの少し導いてやるとぐんぐん自分一人で伸びてるんだからな、びっくりするよ。利口そうな顔してますからね。よりよっぽど気が強いんだな。貧しい生活しててもとても明るいからな。そこが一番あの子のいいところだ。例えばこの鶏って綴り方にしても実に明るいんだ。子供のくせによくまこんなに物を見る目が行き届いたと感心するよ。昨日午前9時頃でした。私が丹野さんのおじさんが来たよと父ちゃんに言ったら、ああそうか、鳥捕まえようかなと玄関の方へ歩いて行った。私は押し入れのところに寄っかかって父ちゃんの方ばかり見ていた。少し経つとコケッコココココと鳥の鳴く声がした。父ちゃんが下駄を直すような格好をしたらすぐ鳥を捕まえた。この下駄を直すような格好ってのはうまいじゃないか。じゃあ、すまねえが一つ頼みます。丹野さんは鳥の頭の下をギュッと押した。鳥はグッグッと変な鳴き方をして蹴るように足を動かした。おじさんは自分の家の方へ帰りかけたが、井戸のところまで行くと少しの間置いといた方がいいよと言った。
鳥は足をつくりつくり動かしていたが、白くつぶっていた目を開いて病人みたいにひょろひょろ立ち上がった。みんなあれっと驚いた。私がミノルに、丹野さんのおじさんに行ってきなと言うと、ミノルは、いやだいま、あこ行ってこいと言って鳥の方ばかり見ていた。木沢さんと木鉢のそばでお茶を飲みながら、今度殺す時には一杯やろうな、うん、今度こそな、どうもあいつがないと景気が悪くてな、と笑いながら話していた。大変よくできました。詳しく見たままを正直に書いてあるのは大変よろしい。これでこの学期もおしまいです。夏休みの間、皆さんがどんないい綴り方を作ってくるか、先生はそれがとても楽しみです。じゃあ長い夏の間、みんな体に気をつけて元気でお暮らしなさい。キーズ、今夜田舎行くの。田舎？どこ？どこだか知らないけど汽車に乗って行くの。いいわね。誰とさ？お母ちゃんと。父ちゃんは？父ちゃん行かないさ。まーちゃん、まーちゃん、うん、ちょっと来てごらん。なーに？どうもすいませんですね。お喜びですよ。まーちゃん、生き物好き？大好き。おばさん、ありがとう。そう、そんならよかったわね。私、今度田舎行くの。田舎へ。それで、男一人じゃなかなか世話ができないし、あとはみんな売ってしまったんですな。そうですか。でね、ここだけの話なんですけど、梅本さんの家もやろうと思ったんですが、あの家は大臣でもケチくさいからやらなかったんですよ。あの家やってもおからもケチをして少しか食べさせないでさ、草もろくに食べさせないんじゃいくらウサギでもかわいそうだからね。そうですよね。でもお宅じゃお子さんが草ぐらい取ってきますから楽ですよ。ねえ、まーちゃん。大丈夫よ、おばさん。あれで3ヶ月ぐらい経つとこう見ますよ。子が一匹20銭ですよ。20銭。いいねですね。どうもすいませんですね。お、なんでそら。今ね、おばさんにもらったのよ。いいウサギじゃねえ。いいだろう。
お前さん、コブさんが一匹20銭だってよ。いかんか。うん。この不景気に20銭悪くねえな。え？父ちゃん、ウサギ入れる箱買ってきて。ああ、よし、来た。ああ、早く帰ってみな。いいもんがあるぞ、いいもんが。え？もらったんだよ。すげえなあ。あ、ダギダギ母ちゃん、あたい草取ってくるね。あれ気が早いな、まあ。気が早くても何でも取ってきよう。あたいも行こうっと。あたいちゃん、待った。今度俺んちでウサギ2つあるんだぞ。ウサギ2ついるんだな。今度俺んちでウサギ2つあるんだぞ。綴り方書こう。何書くのさ。うさぎ。よくやってるな。この組には働き者がいるからな。豊田さん、あなたの綴り方がね、赤い鳥に出たから一冊送ってくれましたよ。ほら、あなたのは、あ、ほら、ここに出て。
また腹が減ったか。それじゃないんだってば。ほら、あたいつかうさぎとつり方書いたろ。ね、あれ赤い釣り出されたの。ほら、見てごらん。おや、なるほどな。その絵はまるで女ちゃん坊ちゃんみてえだな。ねえ、みのるが女の子に描いたの。本当だ。うちのマーコの綴り方が本に出たんですよ。まあ、もう偉いね。うん、どうしたの、マーちゃん。何、おかみさん。麻婆の綴り方がね、うん、本に出たんですよ。へえ、どれ。あら、本当だ。うん、ねえ母ちゃん、あたい学校でもう嬉しくて恥ずかしくて泣きそうみたいだったよ。バカだな、麻婆は。本当に偉いですね、麻ちゃんは。ええ。あ、そうだ、褒美に洋服でも買ってやるべや。本当、本当母ちゃん。いいね、麻ちゃん。お兄ちゃん、おかえりなさい。あなた大変なことができたのよ。なんだい。豊田さんの綴り方、赤い鳥絵出たでしょ。あれが問題になったのよ。どうして。中に根本さんという家のこと書いてあるでしょ。うん、あそこのうちは大臣だけどケチでとか、それで根本さんの家ってのはとても怒ってしまったんですよ。そりゃ弱ったな。だけど梅本さんっていう家でどうしてそれを知ったかな。そこのうちの子も3年に上がってるんですって。それで学校で読まされて泣いて帰ってきたんですとさ。そうか、そりゃ弱ったな。まあちゃん、あんた赤い鳥って本にうちの悪口を書いたって本当。いいえ。嘘をつきよ。梅本さんはお大臣だけどケチだって書いたんじゃないか。そりゃお龍ちゃんのおばさんがそう言ったんだもん。誰が言ったって書いたのはお前さんじゃないか。ええ。ねえ、まーちゃん、うちの美智子はね、学校から泣きながら帰ってきたんだよ。ねえおばさん、あてが悪いんだからごめんなさいね。ね、おばさん、ごめんなさい。それでもね、人のうちの悪口を学校で読まれちゃ困るからね。一体うちのどこがケチなんだよ。おばさん、本当にごめんなさいね。どうせお前さん家でしょっちゅうそう言ってんだろ、うちのこと。散々人のうちの厄介になったおきなんがよくもそんな口が聞けたもんだ。そうじゃないのよ。あたいただお姉ちゃんのおばさんがそういった通り書いただけなの。なんとでも言うがいいさ。とにかくうちの旦那がね、とても怒ってるってお母さんによく言っとき。マコ、綴り方のこったる。それ見ろ、バカ。このバカ、どうして人質の悪口が解き放ったとか言うの。もし梅本さんの旦那がうちを怒ってきたらどうするよ。
さんならあそこにプルキって書いてございましょ。ああそこなんでございますよ。ありがとう。こんばんは。僕学校から来ました。ええ先生だよ。え先生おい、マコ、マコ先生だよ。マコ先生だぞ。うんずるずるしてて早く掃除機しねえよ。起きねえからだよ。豊田さん、いい洋服買ってもらいましたね。坊や、何持ってるんだい？セミダイ。セミダイ？ドラドラ。あははいいもの持ってるんだ、坊や。こんな汚ねえとかねえと、どうも。どうも、突然にお尋ねして。実は、ちょっとお詫びしたいと思いまして。いやいや、とんでもねえことがあって。この出来損ないの罰当たりに、人の悪口なんて書きやがって。先生様にまでご迷惑をかけちまってはまったか。すみませんでございます。さあ、終わりました。どうぞ。はい、おいおいおいき、何してたよそっからおめえ。どうも座布団が隣行って借りてこようか。どうぞもうお構いなく。ええー、何何おい、ミルボおめえ思ったの酒屋行ってな、ビールでもせっきらビールでも。いや、もう決してそんなこと。あ、みんな行かなくてもいいよ。いやいや。じゃあ。とにかく今度のことは全く私の不注意でした。改めてお詫びいたします。いやとんでもねえよ。どうか雅子さんをお叱りにならないで。いや本当には先生にご心配かけちゃすまねえから、なんとか私たちの方で決まりをつけようと思ったんですがね。ああ、いずれにせよ雅子さんは耳にしたままを正直に書いたまでで、それを雑誌に送った私が悪いんですから。なに、先生なんかちっとも悪いことはねえでがさ。こいつが馬鹿正直。何しろこいつはちっと馬鹿し抜けてるんで。いや、まあちっとじゃねえ、うんと抜けてるんだわさ。ちっとでも歓迎のある子なら、6年にもなってあんなことを書くはずはねえよ。しかし書かしたのは私なんですから。いや、それにしたってちっとは考えそうなもんだ。何しろお前さん、根本の旦那にはわしは仕事をもらってるんだしてね。仕事も？そりゃあ、はい、あの旦那はそぐねると上がったりなんでね。それにお前さん、あの旦那はこの界隈の顔利きでね、あそこをしくじるとどっからも仕事がもらえなくなる。ええ、それは弱ったな。どうも大変なご迷惑をかけて。とにかく私その梅本さんという方に会いましょう。いや、私はそんなケチな了見を持ってやしませんよ。第一、そんな子って人の飯の食い上げになるようなことはしやしませんからな。重々お詫びいたしますから、どうかその点はくれぐれもお願いいたします。いや、何しろ受けようを続けていこうというのには相当世間の信用がなくちゃできませんですからな。そこへ持ってきてあんな風に書かれたんじゃ、実際私の信用にも関わってくるようなわけで、世間の手前もあり、また大勢使っている職人たちの手前もありますから、全くの話がねえ。先生、難しいもんだな世間ってものは。自分はこれまでただ上手に書かせりゃいいってばかり単純に考えてた。そうじゃないな。
子供の綴り方一つでも世の中ってもんと切り離して考えられない。綴り方でも世の中と強い結びつきを持ってるってことをつくづく考えさせられたよ。僕らの綴り方の教育にしてもうっかり先走った考え方なんかでやってると、これはよっぽどしっかり腹据えてかからないと子供たちを毒しちまう。今度丹野さんがもらったおかみさんというのは。そうなんですよ。ずいぶん若いじゃありませんか。何ね、あなた30の人とね、28と21と3人あったんですよ。そのうち一番若い人をもらったんだ。やっぱりね。母ちゃん、ご飯まだ？どんちゃんが銭もらってきたら買ってきてやっからよ。待ってろ。見てんだよ。そんだって英語ごっこしてんだもん。素直してやるよ。みなぼ、お前さんだよね。お鍋のこと英語でなんていうか知ってるかい？それは、それはチカブカだよ。そんな英語ないやば。バカなんだよ。そんならね、タライのことなんていうんだよ。タライ？それは、タカチキタって言うんだよ。そんなのないよ。あるよ。ないってばないんだよ、バカ。バカ野郎、すぐ持ちやがら。そんならね、カバンのことなんて言うんだよ、バカなんだよ。それはプップって言うんだよ。もう用意したってこい。母ちゃん、マークはいけないんだよ。ちっ、すぐつけよ。でな、母ちゃん。どうしたんだ。そんだってね、ミノボンが英語をおこしようって言ったからしたんだよ。そしたらお鍋のことチカプカやると何とかって言うんだよ。だからってそんな英語ないってぶったんだよ。そしたら喧嘩になっちゃったんだよ。まさか本当バカだよ。6年にもなった2年生の子相手に浪士だってつまんないじゃないか。いやいや、自分で震えちゃった。なんだっけ、バカ。よしよ。父ちゃん、雨が降ってんのに仕事？仕事じゃねえよ。浅草の白瀬さんのとこへ勘定もらいに行ったんだよ。帰ってこなきゃしょうがないじゃないか。寝てな寝てな。寝てれば腹も減んねえからよ。大変なことになっちゃったよ。お前さん、自転車は？自転車はかっぱられちゃったよ。
で、勘定はもらってきたよ。だけど自転車ととっかいこじゃどっこへもつかねえ。どうしてまた盗まれたんだろうかな。もう俺はな、平瀬さんち行くと旦那おめえ海行って会いに来るすよ。あの旦那と来たらおめえとっても湯が長いんだ。うん、で俺はお説明行ってストーブを当たりながら奥さんとまあだらに世間話をしてよ。で1時間ばかりすると旦那は帰ってきたからよ。勘定をもらって玄関を開けると俺はギクッときたよ。もう自転車はねえ。1時間余りもしゃべくっててもうでもねえじゃないか。もう牛だよ。人が人間のうちにできてるからよ。なんて言われたって俺は育児がねえんだからしょうがねえ。本当にうっかりしちゃって。だけどまさかあんなボロ自転車どれも持ってきゃしめえと思ってよ。ついうっかりしちゃったで。裏から行けばよかったんだにな。あんな立派な塀が回ってんだから。うん、裏も今になったらそう思うけどな。なんてたってはおつかねえだ。だけどどこに畜生を持ってきやがったかな。歓迎のねえ野郎が俺のような困ってる者のものを取るなんて、おまけに竹を細木も三本もくっついてたら畜生ってどんな死に目は見ねえぞ。どうすんのかな、自転車がなくて。母ちゃん、もうよせば。毎日雨が降ったので父ちゃんの仕事がなくなってしまいました。それで父ちゃんはブリキ屋を辞めて登録妊婦になりましたが、3日か4日に一度しか仕事がないものですから、うちはだんだん貧乏してしまいました。父ちゃんは毎朝5時ごろ起きて紹介所へ仕事をもらいに行きます。そのうちに冬になってしまいました。みのぼん、なんか匂いがするんだろ。ツンと。何もしやしないよ。うるさい。あたいつも冬の朝になるとこの匂いがするんだよ。ほら、ね。嘘つけ。あ、父ちゃん帰ってきたよ。おいき。
また今日も外れやん。やんなっちゃうな、ちくしょう。おらの晩明日だとよ。米の札5枚もらってきた。こんだけあれば明日までなんとかなんだろう。冗談じゃねえよ。紹介所でくれる米の札は一人頭5000だよ。25000ポッチや今朝の分しかあらしねえよ。うちじゃもう一銭の金だってねえんだからね。んだっておめえ、明日の風が吹かん。マコ、お前お香もらってきな。また札？そうだよ、札だってしょうがないさ。何グズグズしてんだな。盗んでくるんじゃあんまいし、その札彼と同じなんだぞ。そんだって、また学校に遅れるもん。まだ1時間もあんじゃねえか。なんとかんといていかない料金なんだから。行くよ。子供だって、札で米もらうのは恥ずかしいねよ。
父ちゃんまだ？今度お前の番だよ。うん、これ見なら。寒いなら風邪ひくぞ。いくら向けに出たって帰ってくるときには帰ってくるし、帰ってこないときには帰ってこないよ。でも父ちゃん帰ってこなかったらあたいの着物どうなんだよ。あいつ好きじゃないか。そんなこと言ったってしようがねえじゃねえか。ちっつまんねえの。あたいのとこやクマ買ってきてくんないのかな。おめえたちはのんきでいいよ。どうしてさ、ねえ。そんなとこにね、ドアがあるよ。お構いなく。さあ、遠慮しねえでよ。では、ごめんを。さあ、堀江。こんばんは。お姉ちゃんちのおばさんだね。いつかウサギくれたおばさんさ。ああ、まあちゃん、ずいぶん大きくなったわね。こっち来てお渡りよ。ありがとうございます。ありがとうございます。どうしていたな。ずっと田舎かい。どうね、田舎にいてもしょうがないからね。神様、キリスト教の神様、どうぞお助けください。そうですか。そうですか。わかりました。私はたった今から清い人間になります。はあ。ね。はあ。ね。いただきます。なお君さん、あんまりくよくよ考えない方がいいよ。すいません、すいません。
なんだか聞きにくいんですけど、隣じゃあれから私の後をもらったでしょうか。そりゃあ私だって言いたくねえけどね、まだ若い人だよ。そうですか。の体には今十字架の神様がついているんですよ。さあこうやってちょうだい。ああ何、やってやんな。おかみさん、ああ今帰りましたよ。何、ありがとうございました。じゃあ帰ってきたようですよ。そうですか。では行ってまいります。ありがとうございます。あっち行ったら新しい母ちゃんによくご挨拶するんですよ。やれやれ。あのおばさんにはな、神様が乗り移ってんだよ。あのおばさん嫌な人になっちゃったね。そうだよ、あんちくしょう。ジュアの体よ。ミノル、寝な寝な。父ちゃん。どうしたんだよ、お前さん。やが飲んできたね。感情をくれねえんだ。騙されたんだよ。騙された。足よ。本当だ。立て石の野郎。長い兵って使い込んじめやがる。だから俺は飲んだんだよ。正直だよ。
悪いくらいは勝ちだ。人のいいなんてバカの古いよ。ねえねえかねえねえか、俺を責めて。マーコの着物どうしよう。着物どころか口の方どうすんだよ。うちにはもう一粒の昆布だってねえんだよ。また着物なんかいらないよ。夜鍋までしてやった仕事の手間引っ掛けられちゃ誰だって腹が立つよ。無理はねえよ。だからな、今夜のところは落ち着いてな、話は後にしてな。な、キミさんどうしました。何、大晦日なもんで銭もらいに来たんです。ご縁もやって追い返しますよ。気の毒だけどあれじゃね。あ、カミさん少々ぐらいならありますよ。遠慮なく言っとくんない。正月はまだ良かったのでしたが、7日まではお金がちっとも入らなかったものだから、うちはよくよく貧乏してしまいました。7日過ぎからは、父ちゃんの仕事が少ない上に、雨だの雪だの降ったものですから、なお困ってしまって、私は学校で食べさせてくれなかったら、お弁当も持って行けなかったかもしれません。
本当にその頃のことを思うと悲しくなって綴り方にも書けません。だってね、あたい今日困るかないか心配して帰ってきたんだよ。そしたらみんなでご飯食べてんだろ。もう嬉しくなっちゃった。だからな、十三にもなって追いかけて。かつぶしはねえか。かつぶしなんかもうとっくに切れてるよ。だからせめて醤油でもかけてくれや。その醤油も切れてるよ。いや、でもな、あれも切れた、これも切れた。切れねえのはおめえとおらの腐れ縁ぐらいなもんだな。本当にな、こんな腐れ縁早く切れればいいと思ってもなかなか切れやがんね。なんだろこれ。まこ、おめえ今さっきそこで綺麗な着物着てた子に合わなかったかな。あったよ、あれでしょ。そうさな、まあ芸者の卵かな。芸者にも卵あんのか。バカだよこの子は。あれ隣のかみさんの腹ちげの妹だってよ。なんだかまあ綺麗な着物着てたやないか。綺麗にお尻つけてな。いつもなら四五杯食うくせに。まああれだな、いつまでもこんなうちでピーピーしてるよりあんなふうになるこんだよ。そうすりゃおめえ嫌でもはきれいな着物は着れるしよ。うめえものは食べられるし。また勉強しなきゃ。それにおめえあんなことしてると存外いいとこ嫁に行かれるって言うからな。やれ社長だとか金持ちだとかよ。この間も何でもあの俺あの大阪のなんとかっていう会社のよ専務とかの奥さんになったって言うからな。そんだって母ちゃん芸者ばっかりそんないいとこ行っちゃったらいいうちのお嬢さんのお嫁口がなくなっちゃうじゃないか。まずうめえことやったな。まこ、おめえまさかくだらないことを綴り方で書くんじゃあんめな。書きゃしないよ。
豊田さんは近頃何にも綴り方を見せませんね。いろいろとあなたの書いたものを読んで、あなたのうちが大変困っていることは僕はよく察しています。だけど君がちっともその苦しさに負けずに元気でいるのを大変偉いと思って先生は感心してたんだ。そしてまたどんな恥ずかしいことでもどしどしと正直にありのままを綴り方にしていくのは本当に偉いと思ってました。ところがどういうものかこの頃何にも見せてくれない。よっぽどの事情だと思うんだが、もうあと一月半もすれば君ともお別れだ。君が卒業してしまって君のような生徒を手放すのは先生も実は残念だ。しかし将来いくらでも君の相談に乗ってあげられるからね。何でも言ってくれたまえよ。いいね。あの子を芸者にするなんてそりゃ随分困ってるんでしょうけど、絶対に辞めさせなければいけないわ。そりゃ私だって娘を売ろうとする親の気持ちがわからないじゃないわ。朝から晩まで貧乏の風に吹きまくられて、ちょっとでもいいどっか風の当たらないところで一休みしてほっとしたいという気持ち、しかし他にもっとあの子を幸せにする道が考えられると思うわ。こんばんは。こんばんは。どうもご無沙汰いたしまして。まあ豊田さんの。こんばんは。ご無沙汰いたしまして。おかげさんで今度うちのがやっとまあ本庄の方の建築工場の上屋台になりましたもんで。そりゃよかった。おめでとう。ようございましたね。よかったね。本当に。そんでこれから毎月決まったものが入りますんで。おお、それは。それからこれはいつかお米代にって先生から借りたお金お返ししようと思って。どうも投げやいた。いや、そんな心配いりません。本当にどうかまあお子さんのお菓子でも買ってあげてください。そんでもはあ、それじゃあんまり義理が悪いから。いや、本当にいいんですよ。いや、いいですか。来ますよ、静かに。よーい。いいですね、静かにしてください。いいですか、来ますよ。け、わしちゃんの、やなすね、三年坊主。さあ、今度は本当にお静かに。いいですか。よーい。お、もっと飛ばして飛ばして。
いろんな新しいことに見つかってくる。それを今までのようによく見て正直に書くんだな。するとだんだん人間が偉くなってくるんだ。